株式会社四方代表取締役永田です。鎌倉駅に4店舗、江ノ電江ノ島駅に1店舗、展開してます。今日はサロンの紹介をしていきますので、よろしくお願いします。2018年に3名でスタートして、現在5店舗展開しています。スタッフが現在17名、そのうち12名が、女性のスタッフなので、まあ、女性がすごく多いサロンですね。鎌倉は、まあ、海も山もすごい自然もある中で、都会的なとこも感じられて、やっぱ一番いいのは住んでる人がみんなやっぱ好きで住んでるので、街にパワーがあるというか、すごくこうエネルギーを感じる街だなと思います。都内でずっとやってたんですけど、好きな場所で挑戦したいっていうのがすごく強くて、で自分がまあ都内で培ってきたことがどれだけこう、まあ、試せるかというか、なのでやっぱり好きな場所で挑戦しようということで鎌倉を選んで出店しました。3階建ての一軒家でめちゃくちゃかっこいいです。店名が枝って言うんですけど、枝のようにスタッフもお客様も広がっていくっていう意味でネーミングしてます。スタイリスト1年目の匠くんです。匠くんの入社の経緯としては、僕の息子が匠って言うんですけど、匠に悪いやつはいないだろうということで採用になりました。最高の採用だったなと思ってます。ありがとうございます。でデビューしてどうですか？そうですね、鎌倉に来て鎌倉の地域の人の優しさを知ったというか、優しさを僕もこの美容室でお客様に提供できたらいいなっていうふうに思ってます。最高ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、田中ちゃん、おはよう。おはようございます。栃木出身の田中ちゃんです。海がない県で育ったので、海のある町で働きたいということで、鎌倉のお店を選んでくれました。もうすぐデビューなんですけど、デビューに向けて楽しみでしかないです。鎌倉のお客さんってみんなあったかくて、アシスタントの私にもすごいなんかこう心配してくれたりとか、田中ちゃんっていう感じですごいみんなアットホームな感じで、なんか自分の娘のように接してくれたりするので、そういう感謝の気持ちを込めて恩返ししたいなって思うので、なんかよりたくさんのお客さんを自分のお客様として担当していきたいなって思います。最高です。お願いします。次のサロンは2階が本店の四方で、1階が3号店のシーカで、1、2階で連携して営業しているサロンになります。谷さん、去年新卒で入社してくれた種市ゆいちゃんです。湘南出身です。なんか一番印象に残ってる出来事とかあります？社員旅行がやっぱ一番楽しかったです。熱海に行きました。楽しかったです。ゆいちゃん、うちのサロンって一言で言うとどんなサロン？ハッピーなサロンです。どういうところが？営業中も営業後もなんかワイワイ楽しくてハッピーな感じです。ありがとうございます。川島さん、デビューしてスタイリストデビューして1年目の川島萌実さんです。唯一ヘアスタイリストとアイリストを兼任でやってる二刀流ですね。大谷翔平みたいなスタッフです。デビューして1年経って、どうですか？結構いろんなお客様と関わることができて、やりがいがある仕事だなって改めて実感できてます。萌実さん、うちのサロンって一言で言うとどんなサロン？笑顔が絶えず仲のいいサロンだと思います。高井さん、2年前にスタッフの紹介で
中途で入社してくれた、高橋さんです。うちで働いて、なんか前の会社との違いとかってなんか感じます？教育環境というか、やっぱりカリキュラムがしっかりしてて、絶対スタイリストがついてマンツーで教えてくれる時間もしっかり取ってくれるというところがやっぱり大きな違いでした。あとうちのサロン、なんか一言で言うとどんなサロンですか？みんな仲がいいというか、なんかこうラフに接してくれる感じがみんなするので、すごくなんか中途で入ったんですけど、馴染みやすかったなっていうところがあります。はよちゃん、スタイリスト2年目でパーマ押し美容師として絶賛右肩上がり中の坂口さんです。で、坂口さんの、小学校の夢が美容師で、まあ、それを今実際に叶えてお客さんをたくさん担当して、どうでしょうか、心境的には？小学生の頃に美容師になりたかった理由も、自分の髪質にすごいコンプレックスを持ってて、でそれが、もうずっと悩みで、それを解決できる美容師になりたいなと思って美容師になり始めて、でスタイリストになって、その同じ癖毛とかでお悩みを抱えてる方にとたくさん担当させていただいて、癖を生かしてパーマっぽくっていうコンセプトでやってると、自分の髪がこれでよかったなって思ってもらえる方がたくさん増えてきたので、自分が小学生の時に思ってた制限の方の悩みを解決したいっていうのを少しでも減らしていけてるのかなと思ったので、美容師になってよかったなと改めて思います。いや、素晴らしいですね。はい、でうちのサロンどうですか、一言で言うと。みんながスタッフのことを一番に思ってくれるサロンだなと思います。支えられてるなっていうのを上からも下からも感じるので、すごくいいサロンだなと、入ってよかったなと思います。コリさん、オープニングメンバーで、もう僕とももう18年ぐらい の付き合いのある唯一うちのママさん美容師の高力さんです。うちのサロンを一言で言うと、サイアンドゴとママさん美容師として働いててどうですか？すごく女が、子供が風邪ひいちゃった時とか、どうしようもない時でもすごい融通を聞かせてくださって、自分が今日休まないといけない時とか、他のスタッフとかがすごいカバーしてくれたり、自分のお客様なんですけど、みんなも一緒に自分のお客さんっていう風に考えてくれて守ってくれてるので、すごく助かってますし、ありがたく感じてます。ありがとうございます。次の店舗は2019年に2号店目でオープンしたエミー店です。店長がエミコっていうので、そこから名前を取ってエミーにしました。こちらです。江ノ島生まれ、江ノ島育ち、生粋の湘南ガール、もうすぐスタイスデビューを迎える島田美穂ちゃんです。お願いします。湘南の魅力をお願いします。観光の方からも地元の方からも愛される街で、美味しいものがたくさんあります。うちのサロンって一言で言うとどんな感じですか？笑顔が絶えず明るくて最高のサロンです。あ、不動くん、スタッフの紹介で中途でアシスタントで入ってきてくれた不動くんです。まあ、1年経ってうちで働いてみて、他のサロンとの違いって何かあります？本当に一人一人に対して愛を持って接してくれるところだなと思います。まあ、時には、厳しく、時には優しく、切磋琢磨頑張っていけるところが仕方の他のサロンとは違うところかなと思います。うちのサロンを一言で言うと、和かなと思います。まあ、その鎌倉っていう土地柄もあって、町一体として、でかつお店のスタッフ同士として、こう一つの輪になって、一つ一つお客様にスタイルであったり、こう日々のライフスタイルをご提案していただけるようなところが輪だと思います。ありがとうございます。最高っす。山ちゃん、オープニングメンバーでエミー店の店長を務めるエミコです。エミコです。まあ7年前に彼女も都内に、でも湘南に移住を決めて来てくれたんですけど、湘南に移住してどうですか？すごく人として生きてる感じします。朝起きて仕事して
遊んで夜はちゃんと寝れるみたいな時間に追われてない、すごいなんか人間らしい幸せな生活してるなって思います。湘南最高ですね。うちのサロンって一言で言うとどうですか？家家みんないて、髪の毛とかやって、ご飯みんなで食べて、仕事みんなでして、またみんなで集まってご飯食べて、家族家一つ屋根の下的な感じですねこれがアットホームってやつだなみたいな、居心地がいいです。今日は本当突撃でスタッフにインタビューしてみて、なんか思った以上にすごくこう嬉しい答えというか返ってきたので、なんか僕もなんかすごくやっててすごく嬉しかったですし、すごくなんかいい機会だったなと思います。アットホームだったりとか、それぞれのことを思ってるというか、僕が感謝の反対は当たり前っていうことをよく言ってるんですけど、そこがなんかすごくお互いになんかこう尊重し合うというか、感謝し合ってるというか、なんかそういうのがすごく伝わってよかったなと思います。やっぱり人が好きで人のことを大事に思える人というか、やっぱり技術って練習すれば勝手に上手くなっていくと思うんですけど、人との関わり方とかっていうのがなかなかそのね、急には変えたりとはできないと思うので、人が好きな人にね来てもらいたいなと思います。鎌倉観光地もあるので、動画見てちょっとこう興味がある方はぜひフラッと遊びに来てほしいです。